エーヌン・ギゼゲムは、ブルゴーニュ公国のルネサンス音楽の作曲家、軍人。多分、ヘント近郊ギゼゲムの出身で、シャルル都市信仰による亡命行為の最中に戦死した。多くの作品が残されているものの、生涯についてはほとんど不明である。シャロレイハク・シャルルによって、学祭を認められ、シャルルの音楽教師に選ばれる。1467年に、ブルゴーニュ宮廷に、 声楽家として雇われ、アドリアン・バザンやアントワーヌ・ビューノワラと共に、シャルルの歌手研究師シャントロイ・バレーでシャンブルに指名される。この地位は、ギゼゲムが格別の評価を得ていたことを物語っている。ギゼゲムは、ブルゴーニュ宮廷に音楽家として仕えただけでなく、士官としても雇われていた。このことは、シャルルによるリエージ攻撃に先んじて、 ギゼゲムのためにブグを購入したとの記録によって裏付けられる。シャルルは音楽と戦争を等しく愛し、娯楽にこだわったために戦地に音楽家を同行させた。しかしながら有名な音楽家で戦士としてシャルル校に従ったのはギゼゲムぐらいのものであった。ギゼゲムは1472年に防衛攻略に加わったが、シャルルはフランス軍によって はっきり撃退された。ギゼゲムは、この時戦死したものと長らく見なされてきたが、近年の現存作品の研究によって、1472年以降も創作活動を続けていたらしく、1472年か、それ以前に、様式的発展が見られることが浮き彫りにされてきた。現代の研究者は、ギゼゲムが戦争を生き延び、フランス宮廷に、 活動の場を求めたと主張している。当時ブルゴーニュの音楽家は高い評価を得ていたため、ギゼゲムほど巧妙な歌手、作曲家であれば、フランス王国のかつての敵であったとしても、たやすく許されたに違いない。ギゼゲムは、もっぱらシャンソンの作曲家として名高く、そのほとんどがロンドンである。とりわけ、猿が良い、悲しみよアレリグレッツと、僕の彼女は、いいところばかり、 デトゥース・ビヨン・プレーンの2曲は15世紀後半のヨーロッパにおいて極めて有名になり、印刷技術が発明されるまでに25の異なる資料に筆写されただけでなく、更新作曲家によって低旋律に遠用された。ほとんどの作品が4世帯で作曲されており、ブルゴーニュ学派に典型的な単純明快なテクスチュアを取り、主旋律は最上成分に置かれている。 ギゼゲム作品とはっきり認められた作品は11曲しかないものの、ギゼゲム作曲の可能性のある作品のうち、その多くが作者不詳と分類されているのかもしれない。ありがとうございます。